100日で、21キロ最強ツートップを楽して痩せるテレビ番組の、まあ、ディレクターを長年やってまして、はい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 、はい、結構入れましたね。結構匂いが未知の世界、未知の世界。もう一つはですね、こちらです。ちょっとすいません、失礼します。はい、僕のイケイケファミリー来てください。この会社の後輩たち、ちょっとつまりつきゃいちゃい、バカバカバカで、ってなこれここまでは誰わかってんの。皆さんもちょっとやってみてほしいな。いきます。揺らすつまんで引っ張って、どうも無職です。無職を支える無職の妻です。かりちゃんです。イケイケファミリーです。本日はスペシャル企画です。イエーイ。100日後に痩せる嫁ラストスパートということで、先に100日ダイエットでマイナス20キロの減量に成功した先輩に今日はリモートでお越しいただきました。おー早速呼んでみたいと思います。はい、100日後に痩せる俺のプータリー。プータリー、100日後に痩せる俺。どうもープータリーでーす。すいません、お願いします。お願いします。いや、本当にこちらもさ、コラボありがとうございます。ありがとうございます。今日は古田 D がマイナス20キロ100日間で成功した時に実践していたおすすめのダイエット法をこの私に教えてくださるということでいいんですよね。そうでございます。確かに僕100日で、21キロ痩せたんですかね。すごい成功したんですけど、でそこから1ヶ月後には、10キロぐらいリバウンドしちゃったんですね。見ました。恥ずかしくてしょうがないんですけど、本当におすすめのダイエット法2つありますんで、その最強ツートップをお教えしたいと思います。やったー、お願いします。お願いします。じゃあちょっと早速教えていきますね。はい、まず、僕のメソッド、僕の考え方としたら、楽して痩せるってことなんですよ。とてもおすすめしたいやつがあるんです。はい、はい、まず最初はこれです。黒酢いわゆるお酢ダイエットってやつです。お酢を飲むだけダイエット、これ本当に簡単なんですよ。飲むだけでいいんだ。飲むだけじゃあなんでこのお酢ダイエットがいいかっていうとですね、まあ、僕テレビ番組の、まあ、ディレクターを長年やってまして、結構長いこと健康番組を担当してたんですよ。へえ、はい。だからいろんな健康知識番組でずっと勉強してたし、いろんなタレントさんがガチでダイエットやってみるみたいなことも実際にこうやってたりしてたんですけど、その中で論文としてもちゃんと実験で検証されてて、効果がこれはかなり期待できるっていうのがこのお酢を飲むってことだったんですよ。へー。じゃあこのお酢飲んだら何がいいかっていうと、内臓脂肪が減るんです。要は、体の中の内臓脂肪を燃焼をする手助けをしてくれるのがこの黒酢なんです。飲んだことない。内臓脂肪が減るってことは当然体重も減るわけですよ。あと僕が重宝してたのは疲労回復効果。よく言いません、昔から疲れた時は酸っぱいものを食べろって言ってね、はい、まあ、あれいわゆるクエン酸ってやつなんですよ。はクエン酸がたくさん含まれていて、いろんなお酢があるんですけど、中でも僕はやっぱこの黒酢が一番この飲みやすいというか、だから、まあ、僕は一応これをお勧めします。一日、だいたい大さじ1杯から2杯ぐらい摂取するだけなんですけど、いつも朝と寝る前とかに飲み物で割って飲んでました。せっかくだったら、もっと美味しく飲みたいなと思って。僕のおすすめが、これなんです。カルピス。カルピス。カルピス。そうなんです。黒酢でカルピスを割ると、カルピスの酢が、お酢の酢になるんですよ。なるほどこのカルピスはね、本当に美味しかったです。僕いろんな飲み物でお酢何が合うかってやってたんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。ちょっと実際に今から一緒にちょっと作ってみませんか。はい、ぜひ。あ、偶然
同じのがありました。一緒ですね。ね、みつかんさんですね。素晴らしいです。お酢といえばみつかんさん。作っていきます。カルピス適当に入れます。出ました。今度黒酢、大体ですね大さじ1杯ぐらいなんですけど、もう言うてもこれも適当です。はい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 、はい、結構入れましたね今。はい、あとはもう水で割っていくだけです。結構匂いがということなんで、もうあのそちらでもうぜひちょっと飲んで感想やらどうなんやらもうどうぞ。いただきます。うん、あ、美味しい。いただきます。美味しいよ。うまい。うん、美味しい美味しい。お酢臭さはなくなりますね。そうなんですよ、うん、お酢があんまり気にならなくなるんですよね。うんうん、美味しい美味しい。カルピス、よりダイエットを期待するんだったらこの糖質オフってやつがあるんですよ。これにすると1杯あたりのカロリーが20キロカロリーぐらいなんですよ。あ、めっちゃ低い。この糖質が 1.2g ぐらいでした確か。じゃあ寝る前でも全然飲めますね。黒酢ってね、乳製品とめちゃくちゃ相性がいいんですよ。へー。だから、なんだったら黒酢と牛乳みたいなことでも飲むヨーグルトに変身しちゃうんで。へー、やってみます。それもぜひやってみてください。これなら毎日できる。うんうん、ひかりちゃんも飲んでる。ひかりちゃんも飲んでるおいしい。黒酢を使った飲み物、もう一つだけ紹介させてください。はい。今度は、ちょっと違うんです。今度、この黒酢で割るのは、これです。梅昆布茶。梅昆布茶。梅昆布茶と黒酢を合わせると、めちゃくちゃ美味しいんですよ。へー、なんか想像できる。ね。未知の世界。未知の世界。ではちょっと早速作ってみたいと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。これもねすごく簡単なんです。梅昆布茶を適当に入れます。こんな感じですね。はい、そこに黒酢を入れます。これは適当です。まあ小さじ1杯ぐらいかな。まあこんなもんかな。そしたらお湯で、あとは飲むだけです。すいません、さっきいただきます。はい、はい。本当ですか。本当。何の笑顔なの。いや、これ本当美味しいです。ちょっと実際にやってみてください。わかりました。全然味が想像つかない。酸っぱい梅昆布茶。偶然ありました、梅昆布茶。一緒ですね。同じ富士の梅昆布茶。お耳まで言ってなかったんですけどね。一杯半ぐらい。で、黒酢。はいはい。なんか不思議。梅昆布茶普段飲む？いや、飲まないですね。あ、梅昆布茶普段飲まないですか？飲まないです。いただきます。いただきます。あ、美味しい。あ、うまい。スープみたいですね、なんか。うまい。あ、美味しい。これなんかお酒飲んだ後とかに飲みたい。これでもしもあのいいなってなったら、もうちょいね、上級編っていうのがあるんですよ。ちょっと今日はその上級編も合わせて教えますね。はい。これだけでもいいんですけど、もっと美味しくなるには、梅干し。梅干しを入れるんですよ。お
美味しそう。はい、これもね、なるべく梅干しはね、なるべく酸っぱいやつの方が美味しいと思います。んー、でこれを入れてですね、さらに タバスコ、タバスコですか、はい、これをもうお好みです。めっちゃ入れる、はい、そんなにめっちゃ入れるすごっ。僕は結構辛いもの好きなんで全然平気なんですけど、これお好みです。で、こうやってやるともっと美味しくなります。すみません、僕だけちょっといただきますね。はい、あ、いいですね。もう本当ですか、はい、本当にこれね、スパイシーなスープです。もはや本当に合うんで、ちょっとこの後またちょっとよかったら一回やってみてください。ちゃんは梅昆布茶って飲んだ？飲んでないよね。飲んでみる。警戒してます。自分が飲みやすいなとか美味しいなと思うものをいろいろと探してみてください。はい、で黒酢を1日大さじ1杯から2杯飲んでると痩せやすくなる体になることは間違いないと思います。やります。はい、僕そんなね激しい運動とか僕ほんまに嫌いだったからやってなかったんですよ、はい、それで、うん、それでも100日で20キロ痩せれたんで、うーん、こいつのおかげだと思います。へー、今からでも間に合いますかね。間に合います。あと結構18日間ですよね。はい、2、3週間であと10キロですか。はい、最新あそうか、あと1週間来てるかもしれない。1週間来てるかもな。なるほど、はい、もうかなり直前ですけど、いや、きっと間に合います。やってみます、はい、頑張ってください。はい、嬉しい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。一つだけ僕のおすすめダイエットがあるんですよ。はい、はい、ちょっとそれだけ教えますね。待ってくださいね。はい、続きまして、最強ダイエット2トップもう一つはですね、こちらです。引っ張って揺らすだけ皮下脂肪剥がし。皮下脂肪剥がしだってダイエットいろいろありますけど、やっぱり僕は楽して痩せるというのがテーマなんで、そんな中出会ったのがこの本なんですよ。つまんで引っ張って揺らす。何がいいかというとですね、皮下脂肪が筋肉とかに張り付いちゃってる場合が多いと。そうなると筋肉の可動域も狭くなっちゃって、ちょっとねトレーニングとか運動したとしても 100% の効果が得られないと。皮下脂肪を筋肉から剥がしてあげることで痩せやすい体にスイッチを切り替えましょうというやつです。へー、はい、それがこの皮下脂肪剥がしと。本当かと、大丈夫かこれって思ってますよね。一回やってみますんで、その後ちょっとぜひやってもらったら、まずちょっとすいません、失礼します。はい。ごめんね、ごめんね、ひかりちゃん、ごめんね。こうあるじゃないですか、こうつまみまして軽く引っ張ってこうやって揺らすだけなんですよ。揺れてる、すごい。一箇所あたり10秒ぐらいやってりゃ十分じゃないですかね。こうやって軽くつまんで引っ張って揺らすだけ。ブルブルブル、つまんで引っ張って10秒。痛いですか？いや、そうなんですよ。これが別にそんなね痛いっていうほど引っ張らなくてもいいんですよ。なんですけど、僕がおすすめしたいのは、自分でやるよりもやっぱ他の人にやってもらった方が僕はなんかね、なんかいいんじゃないかなと思ってて、というわけでちょっと今日はね、僕の仲間、僕のイケイケファミリーがちょっと今いますんで、ちょっと、ね、手伝ってもらおうかなと思いまして、僕のイケイケファミリー、来てください。僕の会社の、後輩たちです。こんにちは。こんにちは。イケイケファミリー、皆さん。
知ってますよね、僕がダイエットやってる時に皮下脂肪剥がし、皆さん手伝ってもらいましたもんね。はい、はい、あれをちょっとやってもらったら、はい、本当にあの痛くない程度で軽くで全然大丈夫なんで、ちょっと実際にちょっとやりましょうか。はい、僕やっぱ気になる、まあ、この辺とか気になったりするんで、まあ、皆さんつまみやすいところ、それではお願いします。痛い、ちょっとつまみすぎて痛い、ちょっとバカちょっと痛い、ここ痛い、急に力入れたやつだよ、痛い、ね、ここ持ってたんだ、あれ赤くなってるやん、赤くなってる、黙ってんじゃねえぞ、下向いて黙ってんじゃない、本当はこんな痛くなくていいんですよ。だけど、ぜひ、お母さんが奥さんにやってもらったらいいかなと思うんで、もう一回だけ。分かりました。はい、そんなに引っ張らなくていいから、もうちょい軽くやって。はい、はい、はい、せーの、はい、どうぞ。じゃん。真っ赤、お腹真っ赤になる、あ、ありますよ、めちゃくちゃ痛いんですよ、お腹やる必要ない、真っ赤だね、もういいよ、もう早く仕事に戻ってんの、すいませんでした、うなファミリーなんです、もう仕事戻ってください、お疲れ様です、というのが、はい、この皮下脂肪剥がしなんで、今ちょっとね、旦那さんが奥様にちょっとやってみてほしいなと。ちょっとやってみますね。はいはい。痛くなくていいですよ。痛くなくて、はい、痛くなくていいですよ。いきます。揺らす。つまんで引っ張って。揺らす。痛いってちょっと待って、そんなに痛い、早い早い痛い、ゆっくりやって、いきます、つまんで引っ張って揺らす、おーおーおお、揺らす、揺れてる揺れてる、ケチャもやって、ケチャも揺れてる揺れてる揺れてる、痛い痛い、そうですね、毎日気になる部分をよいいかなと、わかりました罰ゲームなんだけど、鳥痛いよ不満とか恨みとかが詰まってる感じがしました、他人がやるとこうなんですよということで、この2つが僕のおすすめするダイエット法でした、ありました、ありがとうございますじゃあこの今日教えていただいた2つのダイエットをラストスパートでプラスしてやっていきます、はい、応援してますんで頑張ってください、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、またねー、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、というわけで今日は100日後に痩せる俺のフルタ D にいろいろアドバイスをいただきました、残りわずかの100日ダイエット生活ですが、今日教えていただいたことをやっていきながら頑張っていきます、皆さん最後まで応援よろしくお願いします、ではまた次回の動画でお会いしましょう、忍者忍者ドロン、ご覧になってくれてありがとう。